スター開幕まであと5日、東京羽田ビッキーズ本橋奈子です。私のルーティーンはバナナを食べることです。食べなくても大丈夫なんですけど、なるべく食べてエネルギーを補給しています。1年越しのオールスター開催、みんなで楽しんでいきましょう。三菱電機コーラーズの西岡梨沙です。私の試合前のルーティーンはコーチとチームトレーニングすることです。これをすることで体に力が入って、試合中力強いパワープレーができるようになるので毎日やっています。宮崎沙織です。私のルーティーンはあんまりないんですけど、試合前とハーフタイムには呼吸をするようにしてます。皆さん待ってます。